東京後楽園ホール大会実況席解説は佐藤ルミナさん、そして猿田洋介選手、コメンテーター田原博さんとお届けしてまいります。さあルミナさん、はい、まあ、年齢のことを言ってしまうと今は本当にこの総合格闘技の競技を長く続ける方も多い中で、はい、43歳の井口正人、はい、去年プロデビュー、そうそう、デビューがね42歳ですか、はい、3歳でした、まあ、なってからのデビューですね。そうですね、ちょっとまあ遅いというか、はい、まあ、そうですけど、でもやっぱりまだ40過ぎてバリバリ元気でやられている方もね、うん、いますんで、ちょっと期待というか応援を込めてというか、自分もね、そういうアラフォーアラフィフなんで、アマチュア頑張ってほしいなと思います。全日本を制したのは井口41歳でした。さあここはセンターを取っているのがオーストラリアから来たハーレー、まあ、直接猿田選手、はい、全日本で決勝で顔を合わせる者同士ではあるんですけれども、はい、まあ、プロはプロの戦いがありますから。そうですよね、今ハーレス選手があの真ん中取って前手でプレッシャーかけて、はい、ケージに詰めてこれから組みに行くのか打撃でまとめるのかっていう、そこはちょっと見たいですね。さあまずは打撃からの展開です。ハーレ現在26歳、ハーレーはネオ柔道アカデミー所属です。代表が尾身川道博選手、柔道の世界から、そして総合格闘の世界に身を投じて戦いを続けている方です。あっとパンチの陣になった。全日本では井口は、まあ、2ラウンド判定は0対0のドロー採点、延長の中で肩固めをハーレーから奪って井口が優勝を果たしています。さあ尾身川選手が声を出していく、ハーレーに対してどんなアドバイスか。さあワン・ツー・スリー打っていきます。ステップを刻みながら、田原さん、はい、まあ、井口の方はどっしりと構えて、ね、ハーレーの内をかわす、あるいは手を出していくという状況になっていますが、カウンター気味、カウンター待ってる感じですよね。なるほど。井口選手十数年前からモブスタイルで買い物してくれてて、はい、この前試合見てあって思ったんですけど、まさか、ね、この年でプロになると思ってなかったんでちょっとびっくりしました。まあ、いろいろ調べてみると2011年から12年にかけてジャパン MMA リーグというプロモーションに参戦して戦績があるんですが、そこから7年7ヶ月置いて去年シュートでプロデビューという形になっています。まあ、ルミナさん、まあ、一旦はこの競技生活から離れるという形の中からもう一度入っていくという選手も少なくありませんからね。そうですね、まあ、どの競技も、ね、そういう方今増えてきてるんでね、はい、さあ残り時間第1ラウンドは2分を切りました。ミドルから放っていった、ちょっと井口選手右のね、左か、その大きい打撃の後の引きが遅くてちょっと正面向いちゃうところがあって、そこをなんか打撃食らってますね、はい、引きをもっとしっかりした方がいいですね。ジャブ、ハーレー選手いいですね、前手が伸びるんで、はい、リーチをうまく活かしてます。そこでハーレーがペースを掴むことができるか。さあ井口の方はサークリングしながら攻め手を探す、入ってくるハーレー、佐藤選手やや見てる感じもあるんですかね、2人ね共に。そうですね、井口選手はカウンターを狙ってるんですかね、たまにミドルとか蹴ってますけどね、お互いなんか組む感じじゃないですね。打撃で、まあ、当てていこうと思っているんでしょうか。残り間もなく30秒というところです。第1ラウンド、さあお互いにとってビッグヒットあるか。第1ラウンドです。
ました、ハーレー、はい、高見決めた、すげえストレート伸びました、サイキリック、サイキリック決まった、ハーレー奪還勝利、すげえの入ったな、いや伸びましたね、いやすごいパンチ、迫力あるストレートですかね、そうですね、でもやっぱりジャブでジャブをしっかり確実に当てて、あの距離を測ってたんで、はい、うん、まあなるべくしてというか、ね、井口選手がちょっと頭をあまり振ってなかったんでちょっと怖いなと思ったんですよね、あ、はい、ね、まあ完全にサイド選手ストレートが顎ですか、ね、はい、顔面捉えましたからね、そうですね、見えてなかったんですよね、いやさあ見ましょうか、すごい、あー、うわー、どうか、いやこれでも止めてもいいぐらいですね、ちょっと、うん、ちょっと伸びがやっぱり日本人の選手と違いますね、やっぱり、はい、肩甲骨の出し方というか、うわー、あんなあの距離から、最後はグラウンドパンチをまとめてレフリーストップです、まあ、最初のパンチでもうほぼ決まったと思いますね、はい、さあこれでハーレーが2019年度の新人王となりました。表彰状、2019年度新人王決定トーナメントウェルト級優勝ハーレーの記念は当初の成績を収めましたので、その栄誉をたたえここに表彰します。2020年1月26日一般社団法人日本シュート協会会長、ありがとうございました。続きまして新人王のみに贈られます株式会社イサミ様ご提供の金のシュートグローブが贈られます。さあこれが選手たちの間ではね、金色のグローブ、シュートグローブを、ね、かっこいいですね、僕も欲しいですよこれ自分家にあります、あそうか確かに確かにちょっと使えないでしょ、そうですね、使ってる、いや使ってないです、飾ってあります、はい、ウェイカー級新人はハーレー選手になりました。皆様に一度大きな拍手をお送りください。そしてサルト選手は2009年のそうですねチャンピオンですね、もう10年以上前なんですね、まあ、現在のフライ級、まあ、元はバンタム級と呼んでた時代で新人を獲得した、うん、あの金のグローブを手にすることができたのはさあこのウェルター級ではハーレーでした。オーストラリア連邦出身で、そしてネオ柔道海川道場、いやこれはもう本人にとってはめちゃ大きな自信になって、そうですね、また定期参戦してほしいですね、うん、そうですね、継続的にこのワンマッチだったっていうのがちょっと、うん、ね、もうちょっと何人かこの階級いて、そうですね、もっとね戦い見たかったですね。 77.1 キロリミットウェルター級2019年新人王はハーレーに決定いたしました。本戦開始。